今日もよりこう失点とその失点しないことと守備の硬さというところをどれだけ出せるか、回されてもじれないというところが出せるかどうか期待したいですね。森からルキアンにもうすでに渡っている福岡、ルキアンエリアの中に入った。ルキアン横パスから戻して金森コントロールした後にうまく入ると思います。まあ、相手が見えたと思いますけども、あそこでしっかりこう振り抜くってところと自分が打つんだというところもうここ要求してますし、まあ、ペナルティボックスのこのアディショナルタイムをプラス2分って多分選手たちに伝えたんじゃないですかね。この一旦発表した2よりもさらに長いよっていうことですね。はい、長沼ハンドがあったようです。ペナルティーキック、左手が動いたことによってPK に見えたと思うんですよね。なかったということですね。大広のデビューでハンドはなし。このルキアンの強さから勝って佐藤、山口、そして金森がいる。入れ口も顔を出してくる。さあその入れ口とのワンツーだ。金森を折り返してパクイルギュ、山岸、ルキアン、パクイルギュ触ったか。最後はルキアン、横山です。横山が仕掛けたときに多分出口が相当フォロー入ってるんですよね。長沼、惜しいシュートでしたがわずかに枠の外、長沼。まあ、福岡はこうやって相手がボール回してきたら自陣に全員が入るような形になると思いますよね。きた、中に入って放り込め、ターンした。おっとこれがつながった。横山初ゴールが追いつきました。サガン鳥栖、ゴールという結果を出しました。中原さん、今のシーン、ここで逆サイドのところで小野に少しやっぱこう井上が引っ張られたのと、攻撃の形としては右サイドで作って左サイドってところはあれだけこう揺さぶられると、オフサイド。ちょっと画面でもね、中田さん、少し確かに出てる。そうですね、これは無情の鳥栖からすると、オフサイドということで、堀米、ここで試合終了、アビスパ福岡九州ダービー制して4連勝。